い、おっちゃんです。今日は1月1日ですね。お正月ね元旦です。はい、今年も明けましたね。はい、で、早速ね、行きたいなと思うんですけど、まあ、今日は正月なんでね、非常に、まあ、並びがすごいということで、まあね、狙い台じゃないね、まあ、時々座れんかったら、まあ、そのまま帰ろうかなと思ってます。はい、とりあえず、まあ、急いで行ってきます。
今終わりました。時間は1時ちょっと過ぎですね。早速ね、2019年平成31年一発目の結果の方を発表したいと思います。投資が、29,000円、回収が 12,200円、16,800円の負けということで、2019年はマイナスからのスタートということになりました。はい。で、まあ、今日の展開なんですけど、まあ、展開も何もね、今日はもうとにかく、移動はできません。まあ、やろうと思えばできたんですけど、別にね、狙いたい台じゃないけど、移動したい台がなかったんだよね。で、お茶の台はっていうと、まあまあ、早いあたりで、ね、朝一ね、45ゲームぐらいかな。で、それからちょこっとね、まあ、200ゲーム弱ぐらいでね、まあ、結構、展開的には悪くない展開だったんですけども、まあ、連チャイの伸び方っていうところでもう早めにこれはもう偶数設定だろうみたいなね、決めつけがね、ちょっとなってきてね。で、まあ、そんな感じで打てたわけなんですけど、まあ、出たり入ったりの中で、まあ、徐々に下降線、たどるようなグラフですね。ただ、まあ、ちょっと粘った理由っていうのはもう相変わらず共通ベルと1点のみと。で、その共通ベルもね、一番最後ね、やめるときで大体設定5ぐらいの、設定 5ぐらいだね、の、確率までちょっと落ち込んだんですけども、ずっとね、総回転数で1500回転ぐらい回した段階で、はまだ100分の1ぐらいだったんですよね。だからまあまあ参考程度にっていう部分ではあるんですけども、何も初当たりがね、まあちょこちょこ遠かったね。だから、たまたまその偏ったのかなっていうのも一つで、あとチェリー解除とかスイカ解除っていうのがなかったっていうのも、まあサンプル自体がね、ゲーム数が少ないんであれなんですけども、そのまあちょっとどうかなっていうね。で、最後は結構連チャンしたんですけど、7連ぐらいかな、あれもしかしたら、だから偶数設定だとしたら、もしかしたらドキドキ入っとったかもわからんよね。うん。で、まあなんとも言えんけどね。うん。ただまあそこから、引き戻しがなく、まあ、260、270ぐらいまで回したのかな。うん。で、まあやめたわけなんですが、まあ展開としてはもみもみの展開で、一回もプラスに転じなかったっていうのが、まあ敗因だったっていうのもありますよね。で、ここのホールはね、偶数設定が多いんですよ。奇数設定、お茶奇数設定のが好きなんだけど、その偶数設定が多くてうまく絡まないとね、もう本当にデラマ増えないんで、結局負けちゃうんですよね。と言いつつも、引きでカバーしてたのかな、今までがね。よくわからんけど、まあ、とにかくね、今日は全体的に見ても当たってるように見えて、実はねマイナス台が多いんですよね、見てるとね。だから雰囲気的には今日かかってるじゃんみたいなね、雰囲気はあったんですが、よくよくグラフとかね、渡り回数とかね、いろいろ見てると、なんだ大したことねえじゃねえかっていうね。いつもここ元旦はまあぼちぼち出すんですよね、多分ね、気のせいかもわからんけど、うん、まあ気のせいだったということで、まあお茶の中では消化しようかなと。で、まあ明日から、まあ、今日1月1日だけはね、本当に例年、まあ、昔出すっていうイメージでね、そういうのがあったんで、まあ元旦だけはね、本当にすごい並びなんですけど、明日からまた並び普通に戻るんで、多分ね、まあよくね周り様子見て、うまく立ち回ってやっていきたいなと思います。はい、ということでね、またよろしくお願いします。ありがとうございました。